今回は培養したら無数の手と顔が生えてくる柱間細胞が気持ち悪すぎるについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。気持ち悪い。なんで細胞を培養しただけでこんなんなるの？柱間細胞って培養して放置したら意識のない柱間が量産されるんだよな。兄じゃやっぱ人間じゃないって。扉間の細胞でもこんなんならないだろ。千寿細胞じゃなく柱間細胞って言われる時点で一人だけの突然変異だよ。腕が何個もあるあたり多分さらに顔が増える。柱間は階段時で気持ち悪い要素ないんだけど細胞がキモすぎる。トータルではかなりキモいわ柱間。人間としては気持ちのいい男なのに生物としてはこの上なく気持ち悪い。柱間は生物としてキモい。柱間はインドラの転生体だから。なんでインドラ転生体なのにお前だけアシュラ担当より強いんだよ。アシュライン、ドラどころか大津月よりもキモいよ柱間。千獣一族キモいとかじゃなくて柱間がキモすぎる。キモいけど柱間はキモいって言われたら素直に落ち込みそうなのがかわいそう。っていうか細胞が違ったらそれはもう人とは違う生物だよね。そういう言い方はよさぬか。奴は全てが桁違い。宇宙人もこんな気持ち悪い細胞してねえよ。柱間はあんな化け物なのに小山子はそんなでもないのがどうして。柱間の性は柱間細胞じゃないからな。性は柱間細胞じゃなかったとしたらよく柱間細胞に負けて種なしにならなかったな柱間。奴は縁を結ぶことなく傷を癒し細胞を埋めただけで顔を生やした。実定も孫も細胞は普通なの逆におかしいだろ。大津月君たちこの細胞何なのか知ってる？個人の細胞なのに柱間細胞とか名付けられててさらっと人間扱いされてないよね。わしの細胞どうなってんの？植物というか菌類？改造しまくってるオロチマル細胞で兜がああなるのはわかるんだけどな。兜からしたらまだらじゃないのわかってるのに何言ってんだこいつって思ってそう。言われてみればそうだな。柱間細胞が人の形にうまく収まったのが千獣柱間。ねえ扉間？なんなのこれ？トゲトゲしてるし花も咲いてるし気持ち悪い。大津月なんかよりよっぽどおかしい。千獣の血筋もアシュラも別にこんな要素ないからな。卑劣様絶対生前にアニジャの細胞キモいって絶対アニジャ人間じゃないってくらい言ってる。意識理時代は普通の少年だったのに。卑劣様は内派一族の脳駆使してたみたいだし柱間細胞についても研究してなかったのかな。戦術覚えたあたりで変異したのかな。子供産んだらチャクラ持ってかれた母ちゃんのがまだ可愛い生態してる。無様がいるおかげでギリギリこの世界には不思議な生物が時々生まれるという納得はできる。むしろ勝湯様とかの原生生物がそもそも不思議だ。個人的に柱間細胞並みにおかしいと思ってる勝湯様。人間じゃないですよね兄者。扉間そういう言い方はよさぬか。大津月に先祖返りしたとかそういうわけでもないマジモンのイレギュラーで合ってる？戦術チャクラと関係がありそうな気がするんだよな。真珠まで先祖返りした。先祖返りはしそう。それはそうとしてバグ。大津月より細胞がおかしいと思う。というか柱間細胞体に埋め込むと柱間の顔が生えるのなんなの？江戸天2回目の時細胞を取り込んで術の精度を上げてるとか言ってたから。自分の細胞がちょっとおかしいのは自覚あるんじゃないかな。というかまだらの胸の顔見ても大して動じていないから多分顔が出る段階までは知ってる。顔が生える細胞ってなんだよ。サスケ細胞もまだら細胞も試してみよう。シャリンガン腕に定着させたり抑え込めなくなったら生えてきたりなんなの。プラナリアみたいな生き物なのちょっとキモい。母ちゃんでも転生前の顔でもなく柱間の顔なのがマジキモい。でもヤマトとオビトには柱間生えてないし拒絶反応で顔生えてるのかもしれない。細胞培養しただけで顔生えてるから拒絶反応ではないと思う。そのうち意識が乗っ取られそう。千獣と内派の頂上的なルーツはわかる。一代限りですごく変な奴がいる。柱間の強さって結構早い段階から前振りされてたんだな。美獣配布より柱間細胞配布の方が喜ばれたと思う。それくらい価値ある。美獣は放置できないから美獣を抑えるための柱間細胞セットの方が良かった。そうすれば人中力はもうちょっと安全だったかもしれない。
でも美獣特攻の木遁使えるくらい適合するやつって相当稀というかほぼいないし、人中力ちゃんと任せられる人間だって希少だしやってみる価値ありやすぜ。悲しき産物だ。意識ないだけで生きてるの気持ち悪いな。いや細胞に意識はないけど生きてるのはみんな同じじゃないの？でも顔だぜ。弟も特に何かしているわけでもないのに老けていないから大概おかしいんだけど、兄がクリーチャーすぎてかすむ。屈強な心身のまま強くなれる千住に比べるとやまないと強くなれないうちははかわいそう。ナルトの義手もこれ使ってるんだよね。柱魔細胞ってさらっと言ってるけど細胞レベルで人間が怪しい存在だってことが受け入れられてるんだよな。まあ柱魔細胞強すぎてクローズアップされがちだけど、あの世界遺伝子とかいじりまくりみたいだしな。いいだろ、最強の忍びだぜ。戦術者クラス居とったらまだらじゃなくて胸の柱魔の肩に熊取り出るのもおかしいと思う。読んでると柱魔細胞の単語だけ何回も出て印象に残るから本人出てきた時の衝撃度がすごかった。柱魔細胞って字面でもうダメ。ここのあだ名みたいな名前なんだけど公式なんだよな。ボルトでも柱魔細胞でバイオハザードしてるし、みんなが超兵器持ったらある意味平和になるよねはわかるけど制御方法も配ってくれよ。柱魔細胞、お前の力は強大すぎる。悪いが野放しにはしておけん。ダサとは全身柱魔細胞とどうやって戦ってたの？しかも柱魔の死因って戦士だから戦うどころか倒すまでやってる。野良をつつきと怠慢して相打ちになったって言われても納得するわ。逆にこれで浮かび上がった顔全てに意識あったらどうなってたのか見てみたい。誰も試さなかっただけでナルト細胞も培養すると螺旋岩発生装置とかになるかもしれないだろ。柱魔を気持ち悪いっていうな。普通は細胞培養なんてされねえんだよ。螺旋岩ただのチャクラコントロールの結果の技だろ。作るべき細胞ではなかった。なんだよ適合しなかったら気になるって。断層についてた柱魔の顔も断層が弱るとボコボコ成長するの怖すぎる。この16年後も余裕で細胞片が生きてる恐怖。でも培養するだけでなんか上半身生えてくる細胞って気持ち悪いだろ。逆にアニジャはなんで人形保ってるのか謎すぎる。全身柱魔細胞だからたまたま頭部に顔が生えたって言われててダメだった。そこら辺に転がってる白舌から木が生えてる絵面がちょっと面白い。なんなら柱魔本人が一番気味悪がりそう。柱魔という人格は普通に死んだが細胞が好きあらば柱魔になろうとしてくる。オロチマルは柱魔細胞と江戸天聖という千住兄弟負の遺産をどっちも掘り起こしてる。細胞が負の遺産って柱魔全否定すぎる。綱手が4分の1柱魔 DNA のくせに弱すぎる。これにはマダラもおかん無理である。そりゃマダラもがっかりするわ。って生態してるからな1分の1柱魔。コズミックホラーのクリーチャーみたいな生態してんなこの忍者。うおお、すごい力がみなぎってくる。陸道仙人様この細胞は一体。知らん、何それ。柱魔は食事も排泄もするけど柱魔細胞の影響を受けた生物は食事も排泄もしなくて良くなるので柱魔も多分する必要はない。柱魔細胞を完全に制御してたから完璧に人間の真似ができたんだぞ。宇宙人より宇宙人な生態してるな。強烈な拒絶反応で実験失敗はまあわかる。なんかいろいろ生えるのはわからない。敵も味方も柱魔細胞使ってるあたりその利便性が伺える。半分くらい柱魔の尾人が胸貫かれてもなんともないんだから本人ならなおさら効かなさそう。なんともなくないよ死にかけただろ。後ろから見なくていいの時は現実だぞ。柱魔細胞は後世に残すべきではなかったですね。もしかして死にたての柱魔を柱魔細胞ボディに頭のあたりねじ込んだら生き返れたのでは？ナルトの SF 要素を一手に引き受ける男。なぜ手まで増えてんだよ。オビトが腕付け替えてる描写あるからそのために腕増やしまくってるんだろうけどそれはそれでキモいな。細胞がなんとか定着しても顔生えるしその状態で本体が弱ると生えた柱魔の顔がググって盛り上がって本体養分にしようとするのがヤバすぎる。柱魔自身が自分の細胞おかしいわって自覚してるのがかわいそう。悲劇のモンスターかな。柱魔の死体って死後も腐らなさそうというかオロチマルが暴いてた棺の中身がやたら綺麗だった気がする。
ヤマト関連の話で遺体出てるけど腐敗してないんだよな。遺伝しないのが逆に気持ち悪い。こんなキモい細胞なのに弟に兄者は細胞レベルでキモいなって言われたら普通に落ち込みそう。白絶みたいにコピー柱間が今後の雑魚枠で出てくるんだろう。中盤的のマッドサイエンティストが作ったけど暴走してボスになるタイプのラスダンの雑魚じゃん。もっといろんな細胞培養してみようぜ。SF というよりホラーでは？大津月編が終わったら柱間細胞編が始まる可能性が。もうやったんだよなぁ。ボルトが見たくなってくる卑劣なサブタイトルだ。生まれてくるべきではなかった。卑劣様は切り落とされた柱間の皮膚がうごめいていたのを見たみたいなホラー経験してそう。キモいけどうごめいていたのが不思議だから持ち帰って観察したら顔が生えてきて戦慄していそう。むしろこれの弟やってて卑劣で吹けないで済んでる卑劣様は何なんだよ。アシュラの転生、まあわかる。真珠の転生、何それ怖。綱でも扉間も普通だから血筋は関係ないと思われる。柱間の細胞は何なんだというのも突き詰めると柱間の魂もどこから宿ったんだという疑問が出てくる。柱間細胞を敵軍に降り注いで森にできたりするのかな。そんなことしなくても樹海にできちゃうし。培養したボディに魂入れたら新しい柱間ができそう。柱間細胞研究所がバイオハザードを起こす話。皆さんは、培養したら無数の手と顔が生えてくる柱間細胞が気持ち悪すぎる、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。